アンコール、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 アンコール。ありがとうございます。はい、まあね、みんなの出演力を減らしちゃいけないかなと思って2回ぐらいで出てきました。はい、ということで改めて本日は神イカのインストイレットお越しくださいました。ありがとうございます。なんと明日もあるんですよ、ね、はい、喜びが伝わってこない拍手はこれなんで初めてですね。なんで1回でできないの？なんで1回でできないの？はい、ということでですね、まあ、よい、はい、明日はですね、神イカのソロとそしてブレスが出演します。イエイ、なんてアウト、嘘、ブレスでインフルエンザ、私じゃないよ、映したの。え、そうなんですね。あ、なんかひなさんが、昨日新しくブレスに候補生が1人増えまして、3人体制に昨日なったばかり。明日ね、初めて出るんだなって思ってたんですけど、え、移したの？インフルエンザ。何してるの？なんかまあ、犯人は分かんないんですけれども、そのうちの本当の候補生になった子がインフルエンザらしくって、出演ができないらしいんで、じゃあ明日一人ですか？レイカ呼んで、二人で。そうですね、分かりました。じゃあ考えないとね、私ね、はい、それ私の仕事なんで、なんか、そうですね、わかりました。候補生1人と私、はい、じゃあそれでやります。頑張ります。イエーイ、はい、あまり状況がつかめてないんですけども、なんかそういうことらしいんで、明日もぜひ来てください。明日来れる人、イエーイ。1回出てあげる。はい、1回、パッ、1,2,3,4,5,6,7、じゃあ8人で今日は楽しむのかな。あ、明日は楽しむのかな。はい、え、なんで無理なの？なんか無理なんですか？個人的に無理なの？ダメなの？なんか他に用事あるの？あ、無理？え、本当に分かりました。じゃあなんか無理？なんか無理？ダメ？はい、無理なの？止まってもらって、三角、あ、そうですね、止まってもらったり、あ、じゃあ全然、はい、あ、三角なんだ。じゃあ三角は来れますよね。はい、ということで、じゃあ10人ぐらいかな、10人11人は来てくれるでしょう。まあ明日だけも来てくれる方がいるかもしれないので、明日も楽しみましょう。まあ、なんせですね、うちの候補生の桃野玲香さんは明日初めてこのステージに立つわけですよ。むしろ外箱がまだ 3,4 回ぐらいしか立ってないので、ぜひぜひ、可愛いレイカちゃんです。後でツイッター上げとくんで、ツイッターやってないんですよ、私が写真上げるので、ぜひその顔を見て、もしね、あ、やっぱり来たいなって思ったらぜひ来てください。今から LINE を作っときます、可愛い顔をくれてて、はい、それでみんなが心を動かしてくれるかもしれない。はい、まあ、こんなことを言ってるとね、本当に最悪のリーダーみたいな感じなんで、はい、まあ包み隠しながら頑張っていきましょう。ということで、明日もイベントがあります。そして最後告知をさせていただきたいと思います。3月18日ですね、第14回日本橋ストリートフェスタ、みんな知ってますか？堺筋の20万人ぐらいね、来るイベントで、その総合 MC を務めさせていただきまして、で、その日、オープニングステージの MC あります。で、終わった後のアフターパーティーですね、なんとゼップナンバで行われるアフターパーティーに神イカのんも出演させていただきます。で、1曲させていただけることになったんですよ。イエーイ、ゼップナンバー、はい、なんかね、ここの場所でこの人数でゼップナンバーイエーイってなって、なんか複雑な気持ちを持ってきちゃったんですけど、はい、頑張ってまいりますので、皆さんぜひアフターパーティーもお越しください。大石正義さん、そして AOP さんとかも出演しますので、ぜひ来てください。楽しいな、まあいいや、頑張ろう。はい、それぐらいですね。では最後の曲に行きましょう。
最後の曲は全員で盛り上がれる曲になってます。それでは聴いてください。ベンチどうぞ。Thank you.
CD 販売してますので CD 買って帰ってください。 CD 販売したらですね、1枚買うごとにポイントを1個、もらえるんですけれども、40枚買ったらT シャツお作りします。詳しくはツイッターを見てください。40枚買ったら、はい、ということで、1枚でもね、ぜひ買っていただけたら嬉しいです。ということで本日本当にありがとうございました。